はい、皆さんこんにちは、お久しぶりでございます。これより、コンサドーレ対ダンストンですね、この大会の予選最終戦の試合をこれよりお伝えしたいなと思っております。 Hello ということでね、やってまいりました。さあ勝てば、勝てばですね予選突破、負けたら予選敗退という最終戦になっております。この最終戦、先ほどまでね、コンサドーレは先に試合終わりましたが、この対戦相手ダンストン選手はつい30分前ぐらいまで試合やってましたかね。はい、ですのでこのダンストン選手と戦うわけになるんですが、ダンストン選手の世界ランキングというのが、第7位ですね。世界ランキングは第7位となっておりますので、非常にね、厳しい戦いになるのではないかと思いますが、コンサドーレもねここまで5試合やってアイスの状況とかっていうのもだいぶ読めてきてるんではないかなと思いますので、そういう意味では面白い試合になってくるんじゃないかなと期待しております。はい、いつもありがとうございます。スナフキンさんの情報によりますと、マット・ダンストンさんは26歳、まだ若いです。ランキングは7位、世界ジュニア13年、銅メダル、2016年世界ジュニア銅メダル、2019年グランドスラムマスターズ優勝、そしてそうですか、現在ブリティッシュコロンビア大学不動産学部の大学生ということで、愛称は保安官。あ、そうですか、高校は強いですよ保安官さん。さあ一方ね、コンサドーレはですね世界ランキング18位となっております。今大会ねランキング上位には予選第2戦のフラッシュさんに勝ってますが、その後ジェイコブズさん、そしてランキング1位のジェイコブズさん、そしてランキング18位だったかなの、シモンズさんに負けております。コンサドーレは、先行スタートのようですね。試合の方をあの会場に移します。はい、こちらですね、こんにちはということで、コンサドーレが、あ、まだねこの後ね、練習、これから練習でしょうね。まだ練習ですね。はい、まだ練習なので、まだ試合はねあと10分、10分押しぐらいで、10分15分ぐらいの押しで試合がスタートするかなと思いますね。さあここね、前の試合から1時間半ということで、このねスケジュール的にも非常につらい、肉体的にもつらい、この C イベント最終戦というのは結構つらいです。ただね、勝てば決勝トーナメントということで、ここはもう気持ち的にも行きたいところですよね。はい、で今回ですね、ちょっと新しい試みの一つをちょっとご紹介したいなと、ちょっとね新技をちょっとねこの辺でねできればと思うんですが、ちょっとね初の試みなんでうまくいくかどうかわかんないんですけど、ちょっとやってみたいなと思ったの一つ試させていただいてよろしいですかね。こちらのようで、例えば今この辺ね、松村選手がこういう軌道で投げてますよっていうのが画面上でねちょっと映せるようにね少しなりましたけど、ちょっと書いてる位置がねこれ難しいと、こっ
ちのサイドが、使っこれちょっとね、ずれてますね。ここじゃダメなんですね。この辺ですね。こういう感じで使っていったりとかしていきたいですよね。はい。まあ、こんな感じでね、このちょっと画面に書く仕組みっていうのをちょっと少し取り入れてみたいと思います。こういう感じでね、こういきますよとか、ちょっとやってみたいと思いますのでね。まあ、うまく、いかないかもしれませんけど、これちょっとやれたらやっていきたいと思います。はい。他の、情報もいただいておりますね。ブレンデン・モスコウィーさん、31歳。現在、住宅ローン仲介業者で働いているということで。なるほどね。モスコウィーさんね、この人も有名選手ですね。そりゃそうですよね。ダンソンさん30分前まで試合したから疲れますよね。ということでね。ちょっと特にね、スイーパー陣が相当疲れていると思いますが、試合と試合の感覚が詰まっていると疲れたりしますかってことでね、いや疲れますね。勝っててもやっぱりね、おそらくダンストンも今日3試合やってると思うので疲れてると思います。カーク・ミューレス、はい、この人も在宅ローン仲介業者で働いておりますね。はい、どんどん進化してます。実況がね、進化してように行きたいと思います。昨日ねやろうと思ったんですけど、ちょっと接触が悪くてできなくてですね。そして、リードの、キットバイさんですね。キット B っていうんですかね、キットバイ分かりません。はい、36歳、現在生命保険会社で働いていると。いとこは2010年バンクーバーオリンピック男子カーリング金メダリストの、あ、ベン・ヒーバートさん。あ、そうですか。あ、ベンといとこなんですね。世界最強スイーパー。あ、そうですか。いとこなんですね。いやーすごい。ということでね、こういう感じでいきます。まあこれね、皆さん褒めいただいてますけど、こういう感じで、この辺のこの辺、こっちこの辺、こうやっていけばナンバーワン、これがこういけば。なるほどね。ちょっとこの技術がちょっとね、プロフェッショナルな機材を今ここに導入してるわけではないので、ちょっとやりながら、ちょっと違うとこ書いたりとかしますから、ちょっと練習しながらやりたいと思いますが、はい、結構ねこの不動産系とかはね最近多いかなと思いますね。まあ、やっぱり遠征とかねみんなあるんで、どこでも働けたりとか、そういうものをやってるんでしょうかね。ちょっとそういうのもね、今後ね、世界の選手と対談っていうのもしてみたいですよね。各国のそういう情報交換みたいなのね。まあ、いずれやっぱりそういうとこでは英語が喋れるようにならないといけないなと思ってますんで、ちょっと頑張りたいなと思っております。はい、さあ今行われているのはコンサドーレの、コンサドーレの試合ですね。コンサドーレの試合じゃなくて練習ですね。さあこれはこういう感じかな。さあこのチームね、非常に強いですからね、本当に。アムシさんの英語もマシマシでということで頑張りたいと思います。これね、スコアボード2点って書く技術はちょっとね、これね、ちょっとNHK さんと使ってるものが違うんですよ。違うというか、もうこれね、勘で書いてますので、
例えばこれだとこう、これ難しいんですよこれ。これ多分ねできないです、この技術。ここにこうやって入れていくってことですね。これ多分できないです。多分あの僕のこのできないです。さあ、ただいま、おはようございます。石崎さんのロコソコを手書きの紙印刷してましたね。点数やってましたね。ああ、分かりやすく得点板の上の余白に何対何と書いておくのはどうですかと。なるほど。ただ、あ、そうか、カメラこの位置変わんないですもんね。例えばこの辺かな。じゃあ、例えば3、これだと上すぎなんですね。ちょっとね、この辺かな、この辺なのかな。じゃあ、3、ああ、なるほど、わかりました。じゃあ、ここですね。この辺、3対0。ちょっとこの色じゃ見づらいんですね。わかりました。ちょっとね、いろいろね、今試させていただいてますが、黒でいいんですね。はい。3対0。ああ、この色だとダメなんですね。今ね、ちょっとね、いろいろとね、はい、技術を使って、これなんかどうでしょうね。3。ああ、これ薄い。あ、なるほどね。やっぱ赤が一番いいんですね。そうですか。そうですか。これなんかどうですかね、じゃあ。あ、ちょっと薄いんですね。なるほどね。なんかね、いろいろちょっとね、この、はい、ちょっと、赤でいいんですかね。じゃあ、赤で描いておけばいいですよね。こうやってね。あ、ここじゃない。すいません。ここで3対0。はい、こういう感じにしておけばね。ここに、まず、みたいな感じ。こういう感じでいけばいいですかね。はい。よし、じゃあこれでいきましょう。わかりました。点数を書くと。やっていきましょう。練習中、お試し中、すいません。お試し中させていただいてます。はい。少しずつね、進化させたいなという、ちょっと今ね。さあ、ただいま練習しております。おそらくね、この練習も今コンサは右サイドだけ使ってるんですけども、これもね選ぶんですよね、多分。練習は右だけとか左だけ、右サイド、あのこっちの、さっきね、ダンストンチームはこっちだけで、コンサチームはこっちだけ。で、こんな感じになってますね。はい。ここ B シート。はい。シートは前の試合と変更なしですかね。ちょっと、シートの情報が僕いまいち分かってないんですよね。
さあグッドゲームとなっておりますが、試合始まるときの挨拶はね、よろしくお願いしますは、まあ、英語でグッドゲームって言いますね。マット・ダンストンさんはどんな字を書くんですかね。マット・ダンストンさん、マット・ D ですね。ドゥンストンかな。ダンストン。しかももうね、書いてても止まっちゃう。ああ、てっちゃんの声よく聞けますね、今日は。さあ始まります。日本先行ですね。センターガードからおそらく入りますね。さあしっかりセンターガードを置いてきました。1エンド目始まりました。さあセンターガードに対してのカムアランドから、まあ、初戦あの1エンド目様子を見ていくようですね。非常に、ね、このマット・ダンストン選手もあの攻撃するときは攻撃してきますから、相当攻撃力を上げてですので、気をつけとかなきゃいけません。ハードライン、ちょっと止まりよ。Just line, Maddie. We're okay, but rather not. Back four. No. そうですね。試合終わった後もグッドゲーム、センキューって言いますね。とこうやって予選突破したらコングラッツとかそういう感じで。はい、ああ、ナイスショットですね。さあくっつけ作戦ビタンコ成功ですね。高校黄色の、1投目が赤と逆方向からドローの理由は何かあるんでしょうかということでね、今ね、コンサドーレがインターンからスタート、左からスタートしたに対して、ダンストン選手は右から行ったと。それの理由なんですかというと、先ほどの事前練習、試合前練習でおそらくこの右サイドはダンストンさんたちがずっと練習してた方で、左サイドがコンサドーレ使った方なんで、アイス分かる方でっていうところだったんでしょうね。あ、電車の中から見ていただいてますか。ありがとうございます。
んね。けど3ほどではないわ。Yeah, I think it's easier with the intern. Intern's better as all, but intern's easier. さあ、しっかりとビタンコ返ししてますね。ビタンコ返してビタンコで、これで なるほど、ちょっとミスでしたね今ね。本当はウィークしたかったというところで、コンサはここでナンバー2がナンバー3のこの黄色をね、とりあえずヒットステイしていきますね。あ、コンサまた先行ということで、多分ねほぼ全試合1試合だけだったっけな、ほとんど先行ですよね。確かに最終戦、2で3で6戦目にして、はい、そうですね。シート情報ありがとうございます。世界カーリング猫選手、猫さん、はい、すみません。初戦がジェイソン・ジェイコブソン、シート4、コルトン・フラッシュ3、ブラッド・ジェイコブス5、シモンズ3、ナップ2、ダンストン3。なるほど。ということで、シモンズ戦とフラッシュ戦で使ってるということですね、このシートは。あー、ナイスショットですね。赤が2つ並んでたところをの後ろから外してきちゃったので、これはナイスショットですね。いやー、マット・ダンストンさんいやらしいですね。さあ、まあ、チミテツのテイクですね。まずね、ナンバーワンを直接叩くんではなくて、ナンバースリーかフォーを叩くわけなんですよね。それをすることによって、ギリギリですよ。あっと、当たってしまいました。ああ、やはりちょっと最初なので、重い、まあ、清水先生がちょっと、選手がちょっと重いかもって言ってたんですけども、やはりちょっと重かったせいで曲がりが強くなったかもしれないですね。さあ、ヒット&ステイになってきますね。ちょっとね、気をつけなきゃいけないですね、この辺は。今ね、強さについてもちょっとね、コミュニケーション取ってましたね。どういう速さでいこうか。さあ、投げました。ちょっと曲がりすぎてんのか。さあ、予定よりは少し反対側に当てたかった、左サイドに当てたかったようですが、まあ悪くは長いですね。さあ、ということでもう一回テイクアウト狙うのか、それとも今の黄色からダブルテイクアウト狙うのか、これこのテイクアウト狙うのかな。
狙いますね。ダブルテイクアウト狙います。シミ鉄の新幹線ショットではありません。9秒くらいかな。あ、ただ悪くはないです、悪くないです。逆にね、あのこっち側こう斜めになってますよね。こういうラインがすごく非常にいいですね。Like it's thinner than a quarter to stick it. See an outturn smooth? おっと、前の赤、左の。Take a look too. Come take a look if you want. 左の赤からのダブルテイクアウトですね。今狙ってるのがこう来て、こうですね。こう来て、こう。で、こう。はい、これ狙ってますね。さあ、うわ、うわ、ナイスショットですね。いやー、ナイスショット。ナンバーワン、ナンバーツーというところで、ちょっと危ない感じになってきました。まあ大卒がね多い理由、まああとみんなやっぱ選手やりたいときは、あのやっぱり多分どこの国もそうなんじゃないかなと僕のこれ予想も含めてですけども、やっぱりねこう競技できる時間を増やす、やっぱりなかなかねまだプロフェッショナルなスポーツじゃないんで、みんなやっぱその職業のこととかもおそらく考えてんではないかというところもあるんじゃないかなと思います。ですので、まあ、大学生のうちに、まあ、もちろん勉強とかいろいろしながらもカーリングできる時間を増やしていくっていうのも考えてるのかなとも思いますけども、はい。さあ、コンサドーレはまずはナンバーこの3を出すのかな。ヒット&ステイですね、今阿部選手がいるところに。またはヒット&センターの裏にロール、どっちかだと思います。早いのに狙ってんのかな。あー、ちょっと曲がってますよ。ちょっと中だったのか、やばい、ギリギリですよ、ギリギリ。危ない、危ない、危ないです、非常に危ないです。ということで、今、ナンバーワン、ナンバースリー持たれてますので、おそらく出して、ロール。これを出して、で、これをこっちへ。全然違うとこ書いてますね。やり直し。この辺。で、こういう感じかな。はい。で、ここの辺止めると。はい。さあ、
Hard kick. Right to it. Hard. さあ、ナイスショットですね。これでもうまずこの2つ、ここの2つこれをまあダブルテイクアウトできればまあ OK っていうことですね、この回。はい、この2つでまあ2点はしょうがないってことになりますね。あーっと熱い。いやー、うまくいきませんね。ということで今ここがナンバー2ですので、この赤いストーンですので、この赤いストーンこれをまあヒット&ステイすれば3点ですね。3点になってしまうと。さあ、マット・ダンストン選手、高校の最終投。これで素晴らしく決めてきて3点。1エンダ目3点取られました。いやー、なかなかね、うまいこといきませんでしたね。点数書いてみますか。今はですので0対3ということでよろしいですかね。もうちょっと小さく書いておきます。0対3、これジャパン JPN いいですか。あ、ちょっとマスカー出てますね。もうちょっと0対3 JPNキャン、これですかね。はい。はい、これで。これでいきましょう。いいですかね。JPN カナダ。これでちょっとわかりますかね。はい、じゃあ今0対3になっているということでございます。はい、さあ今ね1エンダ目3点取られてしまいましたが、ね、Line's good. It's running nice. Yeah, it's running real nice. まだまだね、これからですから、まあ、ゆっくりでいきましょう。もうしょうがないです。ちょっと深かったですが、まあ、ナイスショットですよね。
Overcooked it on you, buddy. Sorry.さあコンサドーレはこの左サイドにおそらく、コーナーガード2つ置くとまた高いやつと低いやつ3に近いやつと長い1に近い多分ガードを置いていくんじゃないかなと思います。ダンストン選手はガードかな。Okay, easy for line if you can. I think we can wait a bit. Two thirds. Yep, line will be good. You can go a bit. Go ahead if you need. Pretty tight. Yep. Tight guard. Okay, line's perfect for tight. It's quite tight. Okay, let it work. I'm flirting with him, but yep. Okay, line's perfect, so we don't need to. It's really good. Go ahead. Good. ああ、完璧なガードを置いてきましたね。ここでフリーズ。なるほど。ビタンコショートを狙ってくると阿部選手ね、はい、行きます。電車の中でスマホ見ている人全員カーリング見てるみたいに思ってしまう。もしかしたら見てるかもしれませんけど、見ててくれたら嬉しいですよね。電車の人の8割ぐらいカーリング見てたらすごいいいですね。さあスイープしておりますが、ちょっとやや曲がっていますかね。あ、少し前のガードに当たっちゃうかもしれません。ちょっとやっぱアイスの状況が、あ、少し曲がっちゃいました。ダンストンはこれね、今先攻にとってはすごくいい形なので、まあ攻撃型の守備にしてきてて、赤の前にあえてガードを置くということです。ここなんでかというと、もうこれでね、こうやって重ねてくるとね、ダブルテイクアウトもしづらいっていうところなんですよね。あ、300人行きました。いや、お昼ですけどありがとうございます。300人いただきました。あとね、このやはりね、アイス、今回3回目のシート、このシート使うようになるっぽいんですけども、やっぱちょっと苦戦してる理由の多分一つとしては、今2シートでしか試合やってないんですよね。ですので他のシートで試合がないっていうことは、まあ会場内のまた温度がちょっと違ったりとかで、滑りがいつもよりね滑んなかったりとか、まあ清水選手が途中最初の方にあんまり擦っても伸びないわみたいなこと言ってたので、やっぱちょっと表面の温度とか違うとそういうことになるのかなと思います。当たれば、本当はねガードにちょっと当たっていけばよかったんですけども、あまり今良い形ではありませんね。あ、強気にねこうカマきますね。間違えました。こっちでした、ね、こういう感じで行き過ぎ、難しいね、やっぱりちょっと難しいですね。ここら辺、はい、ここ、こういう感じでここ入っていきます。ちょっと難しいな、はい。Room guys, gotta really curl, just let it work. Clean line, Deuce, where do you go? Boss clean, just clean. Yep, go aheadいやー、完璧なスポット入れてきましたので、これでもうねコンサドーレはスチールされる可能性が上がっちゃいますので、まあ、ここでね無理していくよりは確実にまずもう2点はちょっと厳しいですけども、1点スチールされる方がもっと痛いので、
しっかり前を開けると、このセンターガード黄色2つを開ける谷ダボをちょっとやりますね。さあ谷ダボ、あ谷トリポ、谷トリポ行きました。ナイスショットですね。谷取りです、谷取り。ナイスショット。いやーやりました。いやで、あ今日てっちゃんにマイクが入ってるんでしょうかね。てっちゃんの声がよく聞こえます。さあここはね近い目のガードを置いてくると気持ち見えてるかどうかですが、フリーズちょいタップ、はい、ここで2点のチャンスを作りに行くということですね。清水選手の、ビタンコショットまたはチョイ押しショットというところで、さあいい感じであるんじゃないですか。あ、まあ、予定よりはちょっと強かったですけど、しっかりナンバーワン取って、あの強いナンバーワンを外に出していったので、これはナイスショットですよ。あのね、あのままですとナンバー、あのスチールされちゃう可能性も高かったので、はい。さあナンバーワンナンバーツー取られてますので、まず一旦ヒットロールですかね。コーナーにヒットロールするのも面白いかなと思うんですけども、あそうですね、それ面白いかなと思います。センターよりコーナーの方がなんとなく面白い気がしますけど、はい、いいと思いますね。当ててヒットロール で、 できればナンバーワン取っておければっていうところだと思いますが、それでいいと思うよ。選んでよ。あ、俺が11だと思う。バンパーだ、多分回っちゃう。Is it hard to make the roll with the... JJ? Not really. さあ。ヒットロールと言ってますね。11秒やスイープ出ました。あっとこれはナイスショットじゃないですか。やスイープ、ナイススイープしました。ナイスやスイープです。ナンバーワン取ってますね。ナンバーワン取ってます。さあ今2択出てますね。作戦が、こちらの、うん、赤、これ
もう一個こっちかな。こっちかな。はい。この赤、ダブルテイクアウト狙うか、ここにカマするか、まあどっちかって言ってますね。あ、カマ狙うんですね。こんな感じでここに。綺麗に隠れられるとナンバーワンをね出すのがちょっと難しくなるかもしれませんね。ただ逆に見えると3点のチャンスも出てきますよ。さあ逆サイドからやや見えてますがどうでしょうかね。もし少し曲がりがあるとしたら、まあ、こちらサイドからという感じで来て、あ、ちょっと行き過ぎた。これ難しいな。このぐらいかな。はい、ここに行って、これを押すと、こう。押せれば、で、ちょっとこっち転がると。こう行けば、パーフェクトですけどね。弱めのテイクアウトで、これもね、やっぱショット難易度的にはまあ難しいですよね。10じゃなくて、7.5、8、まあそのぐらいですね。非常に難しいショットになります。しかし、決まればね、結構でかいですよ。あ、そうですね、松村さん、左利きだから、右利きよりは少し見える可能性ありますね。さあ、シミ鉄スイープとヤスイープで、いや、ギリギリ、あー、当たってしまった。ちょっと曲がりますね。あのストーンが曲がるのか。あの1エンド目のね、テイクアウトも結構曲がっちゃってたんですけども、ガードですね、しっかり黄色ガード。あ、ガードじゃない、すみません、ドローですね。ドローでワンツー作ると。あ、嫌なとこ行きますね、ここかな。もちろん、この辺かな。あ、この辺。この辺あたり。目標ですね。さあ、先行マット・ダンストンチームの黄色の最終投です。ちょっとね、曲がりすぎましたけど、ただ相手はナンバーワン、ナンバーツーは取ってますので、ダブルテイクアウトはちょっと難しいですので、まあおそらく
こちらこれ来てこれを出すと、あ、ユータに線入っちゃった。でこれを出すと、はい、いうことですよね。しっかりね、これ流れ今持ってかれてますから、ここはもう確実にもうしっかり1点取りたいところですね。さあ激しいスイープです。いやちょっと曲がってるぞ。大丈夫ですね。1点、日本に1点が入ります。日本が1点入って、1対3となりました。危なかったですね、今ちょっと曲がりましたね。少し松村選手のストーンが曲がるのか、ちょっと曲がってる傾向に見えますが、さあ3エンド目に入ります。ここからは、まあ、2点負けの先行に今なりますので、ここはねプレッシャーかけていって、まあ、スチールまたは1点取らせるっていうところに行きたいですよね。もうここで2点取られちゃうと結構厳しくなってきますからね。ただ今までのね、例えば世界ランキング1位のジェイコブス選手とやった時はこの3点取られた後1点スチールされて4対0まで確か行ってましたので、違いましたっけ。ですので、まあ、そういう意味ではね、早めに点数取って、まあ、点数を動かして複数点取られないように動かしていければっていうのが目標ですね。ダンストン選手の方は黄色チームはここはまあ守備的な感じで、まあ、少しチャンスがあればっていうところで、やっていくと思いますので、まあ、コーナーガードはつける必要がなくてセンターガードの裏にカバーしていくっていうタイプですね。我慢我慢って聞こえますね。ガンバー我慢ちょっと分かりません。さあコンサドーレはここはもうね、攻撃力先行ですけども攻撃的に行くというところで、ダブルセンターガード 3-2 ガードを置く近めのガード縦に2つ並べるということですね。あ、今から観戦します。手書きスコア素敵ありがとうございますということで、はい、新しい試みで今やっております。はい、よろしくお願いします。手書きがねちょっとずつ増えてますけど、ダンストンさん、暖かそうな上着着てますね。寒いのかな。おそらく寒いんでしょうね。この中で T シャツになっている方はいませんね。さあ、阿部選手、ナイスダブルセンターガード置きましたので、ここから攻撃をね、どんどんしていきたいんですけど、まあ、このリードのストーンがやっぱ5番、6番に止めてこられるとちょっと嫌ですね。ちょっと曲がりが強いのかな。あ、少し早いんでしょうか。あ、Tラインより奥行きましたね。だいぶ強かったんですね。
これはね、先カマー行きましょうか。ちょっと奥めのカマーでいいと思いますね。そうですね、ティーラインより奥。あんまりね、あのこれ6番5番6番だと通常はいいんですけども、そうするとね、6時の方向にある黄色からテイクアウトされると距離が近いので、出されて嫌な場所に止められるともっと厄介になりますので、わざとね奥の方に止めるっていうのがいいと思うんですよね。ああギリギリ、ああちょっとチップしましたね。ああ悪くはなかったんですけども、ちょっとガードに触れてしまいました。さあ前のガード2つダブルテイクアウト一応狙って、一回前のセンターガードを開けたいというのが目標です。あ、シングルになりました。ここはね、一回ね、ここでまたカムアラウンドに行くと右の黄色が丸見えですので簡単に使われちゃいます。ですので一回ガードでね、もうちょっと様子を見ると、まあ、日本ナンバーワン持ってますので、とりあえずこのままで大丈夫ですね。さあ、まあナイスガードですね。今ね、清水選手があんまりはけそうもないっていうのは、まあ、ここのねダブルテイクアウト近ければ近いほど簡単にねダブルテイクアウトされちゃいますので、ですので入ったらもっと近くなってちゃうよっていう意味があるということですよね。ああ、まあちょっとラッキーなショットでしたので、ソーリーって言ってましたね。今はね、ここの赤々のダブルを狙ってたのに、後ろまで行きましたからね。ちょっとそれがラッキーだったという。ただここでコンサドーレはカムアランドの、チャンスが来ております。しかもさっきはここのね、ここの黄色が見えてたんですけども、今見えてないんですので、非常に配置的には悪くない配置になってます。はい、感じよ。あー、ナイスショットじゃないですか。これはナイスショットですよ。ですのでまた次はここのダブルですね。このダブル、一回センターガードですかね、もう一回。はい、長めのセンターガード。さあガードを置きます。ちょっと曲がってないようですかね。うん、なるべくセンターライン上に乗せたいは乗せたいですよ。まあまあまあ、ただね、入っちゃうと近くなるから。
さあ赤と赤のダブルテイクアウト。危ないです。非常に危ないです。危ないですけどガードかな。これももう一回ガード。ガード置いてくるかな。カカマ、うん、ガードですね。この辺かな。この辺違った、全然違った。ね、全然違う。この間くらい、この辺、はい、ここ今ピッタしてた。これね、こういければいいですよね。まあ、ここガードでしのいでいけれれば、1点のスチールもありえますからね。ギリ？わあ、ギリギリでした。ナイススイープ。いやギリギリ危ないかもって言ってたんでね。タップ狙ってますね。ここからこう来て、これ行って、で、これをこう当てると。はい。まあ、半分ぐらいしか見えてないんで、そんなに速い球では狙ってないと思いますね。ゆっくり系でね、行くと思います。これ決められると、ちょっと苦しくなってきますね。さあ、ダンストン選手のこの回第3エンド目の1投目ですね。うわ、ちょっと入ったじゃないですか。うわ、あ、危ない。さあコンサドーレはナンバーワンは持たれてます。ナンバーワンとナンバースリーとナンバーフォー持たれてますが、勝負で、こちらからこう来て、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 こう入ってくると。こうね、ナンバーワン取りに来るというところですね。
まあ、これもね、まあ、土のチャンスではあるんですが、まあ、いいとこ入ってもね、ダンストンさんもう一回、ね、同じようなショットされるとね、ちょっと危ない、やばいなとは思いますが、勝負いったということですね、ここは。さあ、ナイスショットですね。ナンバーワン強いところに止めてきました。ナイスショットです。もう一回狙いますね。ダンストン選手はもう一回これ。これいって、でこれ。いやー、これやられると2点いっちゃいますね。はい、わーお、ナイスショットですね。ナイスショットで2点。ここで2点。さあ、ここで、やっちゃったけど大丈夫。ここが5になるってことね。こういう感じ。答え。アース入れてきましたね。ちょっとお待ちくださいね。いや、ダンストンさん相当寒いんでしょうかね。フードまでかぶっちゃいましたね。
Leg clean. Yeah, back little bit. Back eight. No, line's good. Back eight. You can go, it's got to work. Where are back we? 12. Right. Yep, hard. Wait, wait. Back 12. Hard. I don't know. It's okay. That's good, Deuce. Nice shot. All right. Beauty, bud. さあコーナーガードですね。ここはコーナーガードを置いて2つ置いてきたというね、まあ、ここはね左側に2つ置くっていうのはまあここはでダンストさんはこれどうするかですよね。ちょっとねちっちゃったのでねちょっと失敗の形になってますので、そうですね、今ね世界カーリング猫さんありがとうございます。カーリングゾーンさんが日本語でこのチャンネルについて途中経過をついてしてくれてますということで、そうなんですよ。でちょっと今ね間違ってたので、まあ、お知らせをねちょっとしてたんですけども、まあ、僕の伝え方もちょっと悪かったのかもしれませんが、ジェリーさんはまだ見てないですね。はい、はい、すいません。いや結構ね寒いんだと思うんですよね、カーリング場の中が。ただね、いつの間にか、そうですね、安鉄半袖だね。そうですね、安鉄半袖です。結構ね、そうですね、日本勢だと女子がダウンジャケット着ること多いですよね、試合中。例えばね、そのロコソラーレですと、まあ、吉田夕梨花さんは結構ジャケット着るなっていうイメージがありますし、あと中部電力のね中島さんとか北沢さんもよくねあの黒いダウンジャケット着たりとかしてますね、イメージですけど、はい、あとはどうでしょうね。寒いんですよね。さあガードにしてきました。ここは、コーンサドーレも左サイドにカムアしてきますかね。はい、こっちかな、こういう感じで、ここね、こう行くと。あるかな、さあ、T 前に止まればベストですけど、ナンバーワン、ナンバーツー取っておきたいですね。ちょっと強いかな。あ、ナンバーツーは取ったですね。ナンバーツーは取りました。ですので、そうですね。さあこのねコーナーガード2つっていうのはちょっとね嫌ですので、2つ払いに行きますね。うわー、うまい、これはうまい。5-4-5。
と入ってくるか。まあ入ってきました。ナイススイープです。ナイススイープしました。 16.2 相当伸びたっていうことですかね今。I don't like where you're rolling to here. This one we can roll out. We either get this. Okay. You see, you okay with that? さあ狙いますね。これから。You're hitting three quarters. If you hit half off, you're into here. Smooth.こういう感じで狙ってますね。こういう感じで。わお。わお。ナイスショットですね。いやー来ますね。来ますね。これ押すな微妙。さあここはねちょっとね形が良くないんですよね、うん、ですのでいや非常にねあのハウスを狭くさせられてるという表現を使ったいいのか、ですのでここはここはですねコンサドーレシミテツはフリーズセンターにフリーズかカムアランド、うわ難しいとこ狙いますね。あのハウスに入ってるセンターのかわしたそのすぐ後ろに止めたい。これ超難しいっすよ。難易度 8.5。 うわ完璧。やっぱてっちゃんナイスショットじゃないですかこれ。すごいこれはねビタンコですよ。すごいハウスのストーンの中にカムアラウンドしましたからね。やばいですねこれは。ナイスショットですね。いやーナイスショット。ということで今クリーン、やっ、ウォー、ウォー、ネバー
新鉄パーフェクト運行。うん。ワン、ツー、うわー、なんやねん。もう、せっかく隠したんですけど、今、横からね、自分のストーンを使っての、てんてんてんと、やられました。あれが世界の技ですよ。見ました、今の。せっかく裏に隠れたんですけどね、また出されちゃいましたね。いやー、今のはね、うますぎてつらい。うまい、うまいっすね、ほんとに。いやー、ここなんとか粘ってほしい。粘りですよ、粘り、粘っていただきたい。なんとかね、食らいついていってほしいですよ。あー、てっちゃんナイス。てっちゃんいい。ナンバーワン、ナンバーツーになりましたよ。シミテツパーフェクト運行してますね、本当に。素晴らしいよ、シミテッちゃん。シミテッちゃん、いい感じ。さあ、そして、ダンストン選手は、これはテイクアウト、ヒットロール、ダブル、こっち、起きて、あー、狙ってるんですか、これ出して、で、さらにこれがこっち、これ出す。こんなショット狙ってんの、やばくないですか、これ決まったら。これ、これ決まったらやばくないですかね。マイク忘れてました、僕も。決まったらやばいですよ。ちょっと見てみましょう。うまっ、なんすか、なんすかね、これ見せてきますね、非常に見せてきます、やばいっす、見せてきますよ、もう嘘やーんってなりますよね。世界ランキング7位の技ですね。いやー、見せてきますね、ここでっていうところで見せてきますね。今勢いに乗ってる若者の一人ですからね、カナダの中で。カナダ選手権3位2連続ってね、なかなか大変ですよ。うますぎ反則っていう。やばいっすね。まあ、ある意味スーパーショットちょっと出すぎてちょっと面白いですけども、ショット集を作れそうですね、はい、もう今大会だけでもいいショット集を作れますよね、本当に。さあ、松村選手は右サイドでのカムアラウンドですね。ナンバーワン、ま、取れる位置でいきたいですね。いやー、ちょっと早いのか、あ、いいじゃないですか、あー、ナイス、これはナイスショットですよ。いいですよ。さあ、ナンバーワン取ってますね、ナイスショットですよ。ですので、あ、外の黄色からテイクアウトして赤を出すという作戦ですね。
外の黄色見えてるのがだいたい半分より少し多め、約20センチぐらいかな、見えてて2サード、3分の2ってことは20センチぐらいですね、やっぱり見えてるの。はい、いやちょっとね、ちょっと頼むよ、ちょっと頼むよ、あっと前に当たりました。これは2点チャンス、2点のチャンスが訪れました。いやー、よかったです。いやー、よかったです。これで2点入れば5対3になりますね。チャンスやってきましたね。いやー、あんなさっきスーパーショット見せられましたからね、ちょっと今も簡単にやられるかと思いましたけども、やっぱ端の環境はね、氷の状態っていうのが難しいんですね。しっかりと白い円に決めていただければ、しっかりと2点と。さあ2点取りましたよ、よかったですね。5対3と。さあこれはね、大きい2点でしたよ今。さあそうなりますと、ここは2点入りましたので、ただまだ2点で負けてますから、そういう意味ではここはダブルセンターガードまたやっていきますね。最初はまた近いガード、そしてダンストンさんはハウスの中におそらく入れてくるかな、ウィックか入れてくるかだと思うんですけど、おそらく入れてくるかなと思います。で次もう一回センターガードで、もう一回相手がセンタードローっていうところで、センターによってたまるんじゃないかと思いますが、あ、ウィックです。あ、ウィックにしました。今回はカマーでありません、ウィックです。あー、ウィックできましたね、このタイミング。さあお昼でも400人の方が今見られております、ありがとうございます。
さあウィックは成功させてきたんですが、もう一回センターガードですね。ここはしっかりセンターガードでもう一回作り直しということで、もう一回相手をウィックしてくるかな。アゲイン言ってますもんね。はい、さあもう一回ね、このエンドプランとしてはまあダンストンは最低でもスチールだけされなければっていうところですからね。あ、曲がっちゃいました。これはミスになる可能性あるんじゃないですか。さあウィック失敗ですね。失敗ですので1回4、4っていう場所、この辺、全然こう4じゃない、この辺、ここだね、この4に、ガード、フードロー、ドローフーガード置くということですよね。ギリギリだ、ちょっと入りそう、ちょっと入りそう、うん、入っていい、ちょっと大丈夫です、ちゃんと隠れた方がいいですよ。いい感じ、ヤッサンナイスですね、ナイスショットです。さダンストン選手はまあここセンターガード2つ嫌ですので、まあ斜めにね、左サイドに当てて、まあ、あわよくば右の赤に当てて自分が入ってくると。ちょっと薄いかな、ちょっと入ってきました。さあにかな、一回ガードを置きますよ。センターライン上にガードを置いて、今の先ほどね谷田さんが決めたあの3のガード、3から4のガードが非常にいい位置を持ってますので、まあ、この形をキープして最後真ん中に入っていくようなショットができれば、うお危ない、ナイスイープでした、危ない、谷田さん危ない、ナイスイープ、阿部選手と清水選手ナイスイープです。スレスレだわって言ってますね。シミ鉄の声かな。あーっとダブルテイクアウトしてハウスには入っておりませんので、もう一回3にガード置くかな。じゃあ、はい、しつこくいきましょう、そこは。はい、3にガード置いてね、ハウスには入れなくていいです。もう最後の2投ぐらいで勝負するイメージぐらいでいきましょうね。しつこくいきましょう。さあシミテツ、さっきねフルスイープやってちょっと疲れてますけど、その影響が出てないからちょっと心配です。さすがにね今日3試合目ですからね、朝の試合もね2時間半とかかかってたんじゃないですかね、結構長かったですよね。でさっきも2時間超えてましたからね、まあ3時間3時間やったとしても6時間ですから、今日ね9時間、まあ、ウォームアップとかもし入れたらもう10時間以上 の, このロフトというかね運動になりますからね、単純に表情だけでも。
ですので非常に選手たちもね長い一日だと思ってますね。はい、多分相当ねもう足の裏はちょっと疲れて痛かったりとかしてると思いますよ。ちょっと笑っちゃってますよ、もう笑っちゃってますよね。どういうすごいっすね。でもあそこまで多分狙ってたかどうか分かりませんけども、あんなにカン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 当たるもんですかね。ちょっともう皆さんスーパーショットですよ今のは。もうはぁ、あ、嘘だろうで全部なくなったってなってます。それ本当っすよね。やばいっすねこれ。え、おいマジかよ、ミラクルショット券持ちすぎじゃないミラクルショット券確かに本当ですよね。一体何が、いやいやいやって書いてます。すっきり何これってなってますよ本当に。何これですよ本当に。こんなになります、もう信じられなすぎるショット、てんてんてんつってね。やっぱりカナダの選手は毎年ここでやってるから日本にとってはアウェーなんだなって感じますけど、いやー、はい、もうね、ちょっとでもね、ちょっとね、来てますね、このチーム。ただね、同じね、ここもね、2敗してここにいますからね、C イベントに。いやー、ということでね、ここはね、丸隠れの赤を、テイクアウトできればというところなんですよね。まあ、距離がね、ガードの1番と、まあ、4番なんで、まあまあ距離がありますので、まあ、緩めのスピードではテイクアウトできるのかっていうところですけど、曲がってない。あー、うまいっす。あー、女子の方も5エンドで1対1というしびれる試合をしているエイナーソンの C 決勝。あー、エイナーソン C ですか。そうですか。最終日はね、まあカナダね、どっちみち今 C だから、もうこれ多分ね、この今日の最終試合じゃないですか。だからもうみんな疲れていると思いますよ。シューター残ってしまいましたね。ですのでね、さっき今シミテツのがもうちょっと手前だったらいいのかもしれないんですけど、まああの辺難しいですよね。いや、むしろこれはね、モスクビーさんのナイスショットって感じですよね。いやしっかりここがヒットステイして、さあダンストン選手は、まあ、ここはヒットアンドロールでハウスの中に入れておくと。ただね、ガードの裏に隠れる必要はないと思いますね。ガードの裏に隠れてしまいますと、その裏にかあのコンサドーレがカムアラウンドできるチャンスを与えてしまいますのでね、ハウスに入るけどガードの裏には行かないところのロールしたいと。Clean up! No roll!
あー、うまい。これですよ。まあそうですね、勝っててクリーンした時にああやってね、全部出していけるのはもうやられた方的にはもうね、結構気持ちやられますよね。しかもね、点差もありますのでね、絶対追いつきたいっていうところで、あのようなね、あのミラクルショット券を使われてね、一気に清掃される感じ、辛いですね。まあ、ただ諦めずにここも進んでいきましょう。あ、エイナーさんもホーマーも C 消しよって。あ、そうっすか。まあこのエンドのブランカちょっとしょうがないですね。あんなにパン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 っていっちゃったらね。はい、ロールはできずで、まあ、ロールって簡単じゃないですからね。まあ、これでピールでブランクにするというところですよね。で次ロックエンド目になりますので、そこで2点やられるとちょっともう苦しくなるんで、次はスチールしたいところですね。さあ5エンド目、高校チーム、カナダチームのダンストンさん最後のショットになります。クリーンは軽くゴミ取るぐらいの感じで、コースは OK ってことですね。あー、ナイスショットですね。ブランクエンドですね。ブランクエンドになりました。昼寝タイムがちょっと待って、はい、ちょっとしました。はい、はい、それではね、はい、辛い展開ですね。ただここもね、コンサドレはもう粘っていくためにダブルセンターガードを置くと。で先ほどはね、3に置いてウィックされたので今回は1にすると、はい、いうことです。はい、一応ローリーも今回友情出演させていただいてます。ローリーも入っております。よろしくお願いします。ちょっとね、彼もカナダタイムにちょっと合わせながら行ってますけど、昼寝してました。ちょっと癒しタイムです。どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、さあまたウィック狙ってますね。ウィック狙って、うわー、出せるか、出ないと。あれがね、出てればねストーン戻せるんですけども、出なかったのでストーン戻せないということですね。あー、残念ですね。いや、ナイスショットですよ。相手がナイスショットです。さあセンターガード、まあ、ここはもう引き続き置き続けることしかこちらはできませんので、でまたウィックですかね。そんな展開になっていくと思いますね。いや、なんとかこの辺ね、1点スチールすればね1点差によりますから、
ちょっと精神的にもちょっとチャンスも出てくるっていう元気になってくるところだと思いますが、なんとかこの1点ね、欲しいところでありますね。さあもう一回、決めてきましたかね。ナイスショットですよね。さあちょっとゴミがついたんでしょうか。さあここからはね、払っていける時間なんでね、こうやってリードの人がね2つね、ウィック綺麗に決められちゃうとちょっと苦しいんですよね。あお、それで入ってくるの。ああ危ない、もうなんか好き放題にやってますね。ただね、今これちょっとセンターに寄りましたので、はい。まあ、こうやってね、ウィックがね、今世界的に決まるようになりすぎちゃってるんで、逃げに入られた時に先行がもうどうしようもできないよっていうことでね、アイデアの一つとしてセンターラインに乗ってるガードストーンはウィックをできないようにしようかっていう案が今出ているということですよね。ただこれも技術の一つですからね、何とも言えないところだとは思うんですよね。これはまあ難しいところですよね。さあしっかりね、黄色を守る形で、まあ、最終的な、ね、黄色の裏にカムアラウンドするっていう、もう松村選手のもう狙いですね。さあジョリヒナさん、ジョリヒナさん、いつもありがとうございます。昼休み終わるので、皆様に気持ち託します。コンサドーレ、頑張れということで、ありがとうございます、ジョリヒナさん。どうもありがとうございます。さあ、コンサドーレ、頑張ってほしいところであります。さあ、一方で、ただね、このダンストンチームがね、このガードをね、しっかり払っていくというね、本当に、このエンドもね、リードの2投ね、ウィックをしっかり決めてきてっていうところで、いやーゲームをコントロールされてますね。さあ日本もここで動き出します。ガードだけだともう展開が動かないということですので、先に右にある黄色の後ろにカムアラウンド行きます。
ここは T 奥でも OK です。前はいい感じよ。あんまりね近いと T 前で近いとせんあの黄色からランバック決めやすくなりますので、最後やつだ、ラス開けるかい、隠しながらも前のガードよりは遠く、ちょっと見えてますかね、最後曲がりが一歩。さあハックウェイト弱めのテイクアウトで赤を出してキープ4フットって言ってたので青い円にとどめたいということなんでしょうね。ああナイスショットですね。まあこれでもしょうがないからもう一回カマ行った方がいいかなと思いますけど、どうですか。あフリーズね、あフリーズもいいと思います。さあフリーズして相手がダブルテイクアウトで全部いなくなったらもう一回カードの裏に隠れるとかかな。ただダンストはここね1点でいいですからね。こことりあえず1点取りたい、両者1点あれば OK と思ってますからね。展開的には少し押されている、少しとか結構されているエンドになっております。お、いいビタンゴショットじゃないですか、決めてきました、ナイスショットです。少し隙間空いてますが、まあ、後ろの黄色出ていっていいから投げた自分が残るっていう風にしていくのか、またはまあ、全部出すっていうパターンもありますし、タップって言って少しだけ押して、スリークォーター4分の3って言うんですかね。ちょっと左サイドに当てて、左サイドに当てての自分のコスト。あ、ドローですか、ドローのパターンですか、テイクですよね、きっと。うん、テイクアウトですね。テイクアウトです。まあ、赤の右サイドに当たってしまいますと、赤が残っちゃいますので、まあ、最低でもの真ん中か正面か左サイドに当てたいというのが、まあ、ダンストン選手の狙いですね。あー出してきましたね。さあここでもうコンサドーレ勝負のカマ行くかどうするかですね、悩むとこですね。かフリーズ、
さあ勝負いきますね、これコンサドーレおそらく。カムアラウンドですか。カムアラウンドですね。最後入れないとだね、最後入れないとだねっていうことで。さっきてっちゃん投げてますけど、こう来て、こう来て、ここ最後こんな感じ、ここに辺にね入れば強いナンバーワンを取り切れればっていうところですか。さあ投げました、このエンド最後、6エンド目の最後、松村雄太選手のスローです。 6-7 いいウエットではあります。最後曲げたいところですかね。あー完璧に入ってきました、これは完璧です。いやー勝負、いい勝負出ましたね、松村選手ナイスショットですね。ですのでダンストン選手は、まあ、この回ね2点を途中からチャンスがあればと思ってましたが、まあ確実に1点取る方を選びましたね。青いちっちゃい方の丸に4フットって言いますけど、4フットの丸に入れていけば、ナンバーワンですので、まあ、この回はねダンストンさん1点取れば3点差であと2エンドになりますから、まあ冷静に前からね、前の黄色がランバックっていう方法も一つはありますけども、まあ本当に確率が高い、しっかり真ん中に入れるって方を選びました。お、ちょっと早いのか。あーと、あー決めてきましたね。はい、決まりましたので、これでカナダが、6点になるということですね。3点差ですから、まあ、必要最低でもやっぱり2点は欲しいですね、このエンド。2点でもワンダウン後攻ですから、まあ、ワンダウン先行になっちゃいますから最終エンドね。まあ、7エンド目の目標的にはまあそうですね。さあ3点負け、残り2エンドです。ブランクエンドからいじってませんね。5エンド目は多分得点、赤か黄色のとこかけるんだと思うんですけども、さあ入れてきますね、ダンストン選手は。松村選手は5エンド間違えてあそこにつけてから6エンドと、はい、なりました。はい、合ってますね。Bite the button, boys. Good line, bite the button. You're on a good line. Hasn't really curled yet. 14-8. Go ahead.Go ahead, Greg. Go ahead. Great shot. Atta boy. Beauty, bud.
いやなかなかね主導権を握れないですね。やはりねリードされてるっていうのは余計主導権を握れないんですよね。リードされてるとね。さあコーナーガードから2つ、まあコンサドーレはねここ2つ左に多分固めてくると思いますし、まあ、ダンストンさんは2つ入れるかな。Really tight. Really tight って言った。さあここで、あこれやるんですね。ウィックですね。コーナーガードのウィックでも逃げに入ってきましたね。完全これジェイコブスの選手でしたっけ、やってきたのね。あーナイスショット。あーいやーうまいな、うまいっすね。ウィック決めてきましたね。あのリードなかなかね、外しませんね。さあ赤の前にコーナーガード置きます。見えてれば外の赤いストーン出されちゃう感じしますけど、申し訳ないけどウィックは禁止の方が面白いなっていうことだよね。こうなるとねウィックがいっぱいあるとシンプルになりすぎちゃいますからね。ただまあこのね前半ね3点取ったり2点取ったりっていうそういうまあ貯金もあるから逆にできるってことだよね、まあ、この辺がね。いやー決めてきました。ナイスショットですね。さあコンサドーレここでセンターガード1個ありますので、まあ、センターガードというかややセンター付近のガードフリーズつけていきますね。そつなく決めてくるんだよなーっていうことでね決めてきますね。困っちゃいますね。まあ、前目に置いても悪くありません。これやると、まあ、前の赤を切ってくるということですよね。ピール一つピール相手が進むのか普通なのかね。さあ隣のシートはジェイコブソン、初戦戦ったジェイコブソンとクイ、ソチオリンピョンチャンオリンピックのカナダ代表クイさんは3対4でクイさん勝ってますね。さあ日本コンサドーレはここはガードでしょうね。負けてるときはそう思う、ウィック禁止ってことでね。そうですねユリカが決めると思わないってことでね。まあそうなんですよね。
やられてるとね、嫌ですよね、やっぱり。選手も同じなんですよね。負けてる時にウィーク決められるとね、またかよって思っちゃいますからね。Yeah, you're seeing it. さあ、ダンストンさんはまたガードを切ると。今ね、赤がナンバースリーですから、まあ最後ね、右から左、右からセンターのストーンにダブル決め、あ、ダブル決めないとね、今2点赤取れませんので、と言ってもね、まだ我慢ですね、ここは。ただここはね、駆け引きでして、どっかでね、ワン、ツー、スリー作られちゃうパターンもありますので、このタイミングをね、お互いちょっと探りながらってとこなんですよね。さあどうでしょうか。まあちょっと近めでありますけど、一つですね、ここは狙いません。無理にはダンストン選手狙いません。シングルですね、狙いは。そこをね、もうダブルいくかどうかですよね。清水選手と谷田選手はいまだにまだ半袖です。赤のウィッグもあるかいって言っても、赤のウィッグもあると思いますね。清水選手、いいアイデア持ってると思います。赤のウィッグもある。赤のウィッグ、あ、ここにフリーズもあるかなとも思うけど、ああ、ああ、センター半分くらいだろうね。はい、ロールしたらとりあえず前からだね。まあフリーズしてもとりあえず前からだ。でも両方残る可能性はある。こっちロールしてもでも同じだよね、多分。うん、でもそこまで行くんだったらフリーズもさ、同じじゃない？さあ横の右からヒットアンドロールか、ほぼ立てていいと思う。このヒットアンドロールか、これが一番か、こっちからここへ。多分ロールしてもフリーズしてもその4から行くとは思うんで、相手は2、これが2番ヒットアンドロールかフリーズ、いやこっちも同じ話やな、ね、やっぱり見えてないね、はい、フリーズ、はい、ほぼ縦でいいと思うんだよね、こっちにさえつかなければ。フリーズと、まあ、こんなね、選択を考えてますけど、さあフリーズの方を選びました。
あ、いいんじゃないですか、清水選手。ちょっとスペース空きましたけども、悪くはないんじゃないですかね。どうでしょう。ダンストン選手はおそらくダブルって言ってますね。後ろの黄色を含んで、赤黄2つ出すとかな。こっちかな、こっちの2つを出すと。はい、さあ、ここダブルした後、ゴンサが ダンストンはね、最悪2点取られてると思ってますからね、3点の目は潰していくということですよね。ああ、出してきました。ああ、関係なくね、後ろは引っかからずに。さあ、で、どっちみちね、今ね、ナンバーワン、ナンバーツー取られてますので、あそこ1っていかなきゃいけないんですよね、いずれにしよう。はい。そこがね、そうするとまたセンターに寄っていくんで、ダブルテイクアウトされる可能性もあるっていうことなんですよね。一旦ドロール、いやー厳しいですね。はい、さあということで、ダブルは狙ってるか、曲がってますよ。あれ、あのストーンがやっぱ曲がるのかな。今日曲がるミス多いですね。当たりませんでした。さあ、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーを取れて1点で抑える作戦ですか。いや、痛いですね。白衣選手1点追加してます。
質問です、はい、ストーンって試合中に交換できますか？例えば松村選手と清水選手が担当するストーンを交換するなどできます？できます。うわ、いいとこ置いてきましたね。3点の目、あ、2点の目がちょっとなくなったかもしれないですね。例えばね、例えばあの番号がストーンで1,2,3,4,5,6,7,8 ってついてるんで、まあ、リードの人が1番2番、セカンドの人が3番4番、サードの人が5番6番、スキップの人が7番8番とかを使ってるとしますけども、例えばじゃあ今の、赤の7番が調子悪いからって言ったら、例えば、7番と1番を交換するとかっていうのも全然 OK です、はい、そんな感じで試合中ね、結構選手間で交換しながら、まあ、特にねあのスキップにはどんどんこういいストーンをこう、回してって、ちょっと怪しいストーンっていうのは、まあ、リードとかセカンドの方に回していくっていうのは結構多いですね。その滑りとか、滑りが非常に重い滑らないストーンがあるとか、あと曲がってしまうとか曲がらないすぎるとか、そういうのもあったりするんですよね。さあ松村選手、これダブルテイクアウトして確実に1点取るというところでしょうかね。はい、決めてきました。はい、ナイスショットです。1点ですね。さあ1点で抑えられましたので、2点負けの先行で最終エンドとなります。4対6ということに今なっております。最終エンドですね。目標は2点スチールですね。どうしても挙動がおかしい石があっても交換はできないんですか？まあ、あまりにもね、多分あまりにも変っていうのがもしあったらですよ、多分事前にもうね交換されてるパターンがあるんですよね、この大会始まる前に。大会中にあまりにもおかしくなることってなんかあるかもしれないですけどね。基本的にはね、すごいたまにね、本当1個だけ全然ね滑らないとか全然曲がんないっていうのはたまにありますけど、それもやっぱ使わなきゃいけないんで、それを知ってたら最初からストーンをね選ぶときに、そのさっきレーン、あとレーンかストーンカラーを選べるとかっていうときにトスでやるん で先行後攻は LSD でやるん でそのトスのときに勝ったらストーンの色を絶対選ぶとかってなりますよね、やっぱり。ですのでね、ストーンのチョイスっていうのも非常に重要になってきます。さあここは、リードウィックしてくるんでしょうか。さあないわ。さあホグラインつきっぱなしって効果あったような、ホグラインつきっぱなしっていうのはね、多分ハンドルだけ交換っていうのもありますね。ハンドルだけあれね、取れるんですよ、ハンドルプラスチックのやつネジで、で、まあ、電池切れとかそういうんでなんかずっとつきっぱとかあるんで、そしたら交換するみたいなのもありますね。さあスキル狙っていこうということで、はい、お願いします。さあウィックね、微妙にミスりましたからね、チャンスはチャンスですね。この試合だけウィック禁止したいですね、確かそんな権利を持ってたね、さっきのミラクル券みたいなね、抽選箱からね
ウィック禁止剣とかね、ミラクル剣みたいなのあったら面白いですよね。あの点差がなくなるあの特製霊剣みたいなとかね、はい、そういうのもあったら面白いなと思いますけど、なんじゃっていう話になりますけどね、それ試合僕勝ってた方だとしたらね、はい。さあここは、まあできればね、この回はまあダンストンさんなかなかドローも失敗しないので、まあ3個ハウスに入れていてほしいなっていうのが目標ですね。3個、そしたらまあ最後1個テイクアウトし、テイクアウト行った時にピールしてくれれば残った2つが、点数になるっていう形で、3個なんとかなってほしいなと思いますね。2個だと1個出すだけっていうところになっちゃいますのでね。さあナイスカムアランドであります、ヤスさんナイスショットです。質問、はい。最近すごいデザインのカラフルなサークルを見かけますが、距離感が見にくいというかプレーに影響しませんかということでね、あ、ハウスですね、あのハウスのデザインがスポンサーのデザインとかになってるパターンがあるんですけども、見にくい、まあ距離感とか基本的にはね、スキップが立ってたりとかもするし、あんまり気にしなかった気がしますが、はい、はい、はい、うわー、2つ出してました。たまにあの円の縁がね、あのデザインでどうなのかなってちょっと見づらい時はありますね、はい、若干でスイープしてる時はあのここに止めなきゃいけないっていうピンポイントの時に、その5番の位置がちょっとどあの白が多かったりとかね、周りがね、すると、あ、こ どこなのかなってちょっとね迷う時ありますけど、はい、まあでもあれはあれでね、おしゃれなハウスでね、ああいういろいろなスポンサーのデザインが入ったりとか、面白いなと僕は思ってます。そんなもんかな。ウェイトはね、ほぼそんなもん、そんなもんだ。さあ決めてきました。ここはね、1個2個を、さあI'm just thinking if we miss this, we still have that too, right? Whatever you see, Kirk. カーリングだと強いチームの勝率ってどのぐらいなんだろうか。そうですね、どうですかね、多分どうでしょうね、8割はいってると思いますけどね、トップ10入りぐらいするチームはほぼあんまりね、年間でそんな負けてないと思うんですよね。さあ、まあ、しばらくガードですよね。いや負け、いやまあこれ8割ちょっと正確な情報じゃないと思いますけど、多分でもそのぐらいだと思いますね。あんまりね、結局この100試合ぐらい年間でおそらくやってて、うん、1大会で 2,3 敗したとしてもね、まあそうだね、10大会で20敗したら残り勝ってますからね、80勝20敗ぐらいとか、60何勝10何敗とかもあったりする。まあそうですね、 8割いってるかな、7、8割、うん、ですよね、きっと。いやーだ、まあそうですよね、基本的にどこの大会もやっぱ3敗までっていうのがね、ラウンドロビンでも大体3敗だとちょっと厳しいかなっていうところありますので、やっぱ2敗以内になんとか収めて、決勝トーナメント上がっていくっていうパターンが多いので、
まあ、あと決勝トーナメント上がって優勝以外はどっかでいっぱいしますので、うん、やっぱ1大会3敗以内に収まってますよね、予選突破するチームは。でそれ以上にね、3勝以上は絶対しますから。I think it's single peel or peel the one in the house. You tell me which one. I like the one in the house there. Ah, 将棋の藤井さん。I think the guard, Matty. さあ、シンプルにね、この1個のセンターガード出していきますね。さあ、隣のジェイコブソン対、ジェイコブソン対クイが3対5と。クイさん勝ってます。クイーン。グッド。さあ、どうやってここからね、行くかですよね。一回カマー狙うかどうかだよな。そこにね、うん、黄色の後ろにカマー狙って。赤赤のダブルを阻止する。失敗したら黄色の上にもう一個カマーできますからね。まあ、将棋とカーリングのランキングは結構正確な実力だと思う。まあ、数こなしてますからね。さっきもダンストン選手はね、あのエキストレンドまで行ってますから、今日一番長くプレーしている可能性もありますね。この試合も始まってもう2時間が過ぎようとしておりますね。あ、ジェイコブさんが1点追加でクーイが5対4で勝ってるということですか。シューターが行くんだよね。シューターがこっちに行くんだよね。さあ、ウィック狙ってますね。一つが自分が黄色の後ろに隠れて、まあ悪くありませんが、ちょっと横並び。さあ、ダンストンはまず黄色をピールっていうのが前提で、プラスで、左の赤まで出せればもうパーフェクトって感じですね。あ、藤井聡太さん三冠は現在勝率84% ですか。245勝46敗。うわー、最後まで見せてきますね。もうこれでね、かなりもうね、厳しくなりましたね。世界との差は技術の引き出しの多さなのか、単純に技術の差なのか、はたまたもっと違う理由なのか、山口さんはどう思いますかということでね、例えばね、やっぱこういういろんなカーリング場で、まあ、アイスのタイプが違うんですよね。で、まあ、そのアイスのタイプも見ながら作戦も変えていく必要もあったりとか、場合によっては投げ方も変えていかなきゃいけなかったりとか、そうやって合わせていく技術っていうのも一つ必要だと思いますし、こういうね、
カナダでは毎週この世界ランキングのトップ10同士とかトップ15同士とかトップ20同士とかっていう、まあ、よりハイレベルの試合にめちゃくちゃやってますから、やっぱそういうところで揉まれて、より技術をね、技術とあとメンタル的に追い込まれた時でも我慢できたりとか、チャンスの場面で取りに行ったりとか、そういう、まあ、まあ経験っていう言葉で一言で片付けちゃいかないと思うんですけども、まあそういう差っていうのはやっぱりねあるんじゃないかなと思いますね。はい、あとはねやっぱ世界選手権とかと違うのが、例えば世界選手権ですと10エンド勝負っていうところがあるのと、それから試合前にねお互い9分ずつ投げれる練習時間があるので、よりアイスの情報っていうのは知ってますし、それから前日にはイブニングプラクティスって言ってストーンのチェックもできたりとかしますので、より世界選手権の方が、まあ、そういう氷の読みとか投げる技術プラス、あのよりね投げるあの技術っていうのもね、あの目に見えてくるっていうか、同じことが何回もできる技術っていうのも必要になってくるんですけども、このツアーはどっちかというと氷の読みっていう部分は必要になってくるので、はい、藤井聡太さんは富士急同銀中電だけと試合して8割勝ってる感じですけどね、ダブを狙うのかって、まあ、ここはねシングルですね、シングルです。さあこれでもう最後の一投になりましたので、まあ縦にガードを置いちゃもう意味ないんで、ハウスに2つ入れて終わらせると。でまあ、ダンストンさんが失敗してくれるのを待つしかないということですね。さあそうですね、そういう意味ではそうですね、日本のような国のチームやツアーがねより重要っていうのはね本当にあると思います。はいね、こうやってねスイープもねやっぱ追い込まれた中で何回もこうやって厳しい、1日3試合なんかなかなかねツアー国内の大会とかもありませんけども、まあ体力的にもこうやってなってタフになってきますしね、本当にまあ、こういう数っていうのはね国内でもできる環境をね作っていきたいなっていうのはね僕は思ってますよね。はい、お昼休み来ましたか、お疲れ様です。おっしゃる通り世界で多く試合をこなせているかどうかはかなり重要なことだと思いますねっていうことで、そうなんですね。なのでまあ最近日本選手権だと、今年はまだないですけども、その世界ツアーのランキングで何位以上だと出場できますよっていうねシード権が最近できたりとか、日本選手権のね日本のやり方システムもちょっとずつ変わりつつありますね。さあダンストンさん最後に1投です。これ当てて出せばダンストンさんの勝ちになります。あーもう後ろ向いていっちゃいました、もう決まったんですね。あーナイスショットですね。いやね粘ったんですけどね、粘ったんですが C イベントで最後の1勝がなかなかできずで、ここでコンサドーレは第1個目の、カナダのツアーは予選敗退ということになりました。いやありがとうございました。はい、ということでね、金曜日から始まった、このコンサドーレのね、カナダツアーの参戦を見てきましたけども、初戦からね、すごくいい入りして、2勝した後ね、やっぱ世界ランキング1位とか、上位チームにやっぱなかなか勝てないとかっていうところありましたけども、
なかなかね、こうやってね、まず世界のカーリングっていうのが、こうやって皆さんのね、目にお届けできるようになってね、より僕も嬉しいなと思いますし、こうやって皆さんと一緒に応援できたとかっていうのも面白かったなと思います。またね、今後ね、カーリングゾウさんといろいろとね、話しながら、またこういう機会ができればいいなと思ってますので、まあ、その際はぜひぜひね、見ていただければと思いますし、カーリングゾーンさんはね、結構今年はね、こうやって今年から YouTube でいろんな試合を配信したりしてますので、ぜひぜひね、注目してください。試合結果もね、ホームページのカーリングゾーンでよく見れますからね、そちらでもぜひぜひ見てください。あ、エバーラスティングさんですかね、エバーラスティングさん、カナダ時間で皆さんお疲れ様でしたということで、本当エバーラスティングさんもずっと、ありがとうございました。ということで、世界デビュー、山チャンネルもね、この場をお借りしてね、世界デビューさせていただきましたけども、皆さんと一緒にここ世界デビューできてよかったです。そうですね、またね、今日の夜ね、ロコソラーレがね、また、ありますのでね、試合がね、ぜひね、見られる方はぜひ応援してください。ちょっとカーリングゾーンさんの方ではちょっとやるかどうかわかりませんけど、ちょっとすいません、動画の情報はわかりませんでしたけど。あ、スカルペル66さんいつもありがとうございます。ネクストタイムということでね。またね、こういう機会を作っていきたいなと思います。あ、皆さん本当に長い時間、特に今日はね、夜からこの朝にかけてずっと昼にかけてですね、最後まで一緒にご応援いただいて本当に嬉しかったです。どうも本当にありがとうございました。それでは、またチャンネルのグッドボタンとチャンネル登録してない方も押していただいて、で、引き続きチャンネル登録もぜひ、山チャンネルもぜひよろしくお願いいたします。最後はね、ちょっと口が回ってないですけども。はい。ということで、この後僕はちょっとカーリング場で、練習行って、そして、夕方はね、ちびっこカーリングの教室があるんで、そちら頑張っていきたいと思います。最後まで今日もありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。ローリーも、さようなら。おつ。さようならバイバーイ。寝てました。さようなら。さようなら。さようなら。